マルヤムちゃん、こんにちは。お父さんだよ。元気ですか、マルヤム。誕生日おめでとうございます。ごめんなさい。私は1日遅いとか2日間になるかもしれない。日本は6時間、私たちの方が、日本の方が先です。6時間の方が先です。ごめんなさい。だけど本当にマルヤム、できないよ。時々できない。ビデオやりたい、ビデオを撮りたいと出したいけれど、できないとき結構あるところで、私は、今、夜なんで、5日前に、4日前に来まして、誕生日の2日前、3日前、21日来まして、今日は21日。わざわざ何かのことがあります。ある日、あなたは知りますよ。だからあなたの誕生日の前に来ました。わざわざ来ました。わざわざと来ました。数は結構ありますよ。今はヨルダンに来たって、ここで3ヶ月とか4ヶ月をやるつもりです。その後はその3ヶ月か4ヶ月終わってから、トルコに帰って、自分たちのもの、家具などを持ってきて、それからトルコに戻るつもりはあります。一人で3年半以上になってちょっと辛いです。なんで3ヶ月、4ヶ月ここにいてから帰るかな？こういうことで、こういうことで、マリアム。このビラ、マリアム。このビラ、素晴らしくなりますよ。待ってて。多分 4週間とか、まあ1ヶ月半後で、まあ結構経ってる、何でも経ってる。その後やっぱり水とよって、なんだけど、のことだと思いますが、中の方も準備するのは、まあそれはそれも1ヶ月かかるかもしれない。だけどこういうことです。この水のタンクはやっぱり彼らは建築のために必要、水必要です。だから買ってここに入れて、まあ今いっぱいになってますよ。彼らは使って仕事続いてます。続かないうちに、話続かないうちに、マリアム、私は何か教えたいの。教えたいのことは、私はトルコからあなたにもう一つの箱、郵便で箱を送ろうとしたんですよ。行きまして、彼らはどうしても箱を開けてもらいたかった。私は箱を開けまして。もちろん、ね、やっぱり服だけ入ってたわけじゃない。まあ、ヒジャーブが入ってたけれど、やっぱりなんというの、ここのとっても特別のチョコレートがありまして、中に入れて、このなんか私住んでいる町にヤロバというとっても特別の何か所の店がありまして、まあ買って中に入れて彼らは断りました。だからやっぱり私はただのヒジャブ入ってる箱を送って、まあヒジャブとか服は日本では結構ありますよ。必要じゃないと思います。だからできるここから送れるかもしれない。まだわかんないけれど、聞いてもらわないとはいけないです。風は強いね。今はちょっとだけ弱くなってきて、だけど強いです。まあ、ちょっと強い。このところマリアムは素晴らしいよ。素晴らしすぎて、信じられないほどだよ。この家終わったら、まあ、なんというの、誰だっても、欲しくなってるんです。誰だっても欲しくなるんですよ。まあ友達とか親戚とかみんなじゃない、まあ何年だけ知ってるんですよ。私知らせてない。ここまで来ました。彼らはもう帰りたくないと言って、ここにいたいなという話あって、まあ夜中まで一緒にここで座ってて、その後はやっぱり帰らない人はいけないだったから帰りました。今私はこのところの周りに歩きたいと思ってます。ビデオを撮りながら、やっぱりこの地方を見せたいと思っています。まあ、でもこの家は終わったら、
まあ、あなたにおめでとうございます、あなたにおめでとうございますというしかないです。私の家じゃないよ、私はこういう家を作るのは必要じゃないよ。もうそろそろ行きますから、こういう家はやっぱり生きていく、生き続く人のためというのは若者のため、だからこの家は私のためじゃないけれど、まあ、でも来ないとはいけない、やっぱりね、来ないとやっぱりあなたのパスポートか、なんというの、国籍の番号もあるんですよ、など私知らないんですよ。だからこういうこと、あなたの名前なんかに登録するためにこういう情報必要ですよ。情報ないとはいけない、こういう情報ないとはできないんですよ。素晴らしいだよ、マリアム。本当に素晴らしい。夜になって、今は5月末じゃないんですか。夜になって、ここで暖かくするように、火をつけるんですよ。火をつけないと、中に座って火をつける。中だっても火をつけないとはいけないんですよ。とっても、楽しいですよ。本当に。まあ、この家は、今は1階になって、その上も1階になって、その2階の上にもとっても広い一部屋を作りたいです。壁はガラスになります。壁はとっても厚いガラスにしたいと思っています。終わったら私またもちろんそこまで別のビデオも出しますけれど、終わったらまたビデオも出します。その時はやっぱり、その時はびっくりすると思いますよ、マリアも。素晴らしくなるんですよ。だけど、マリアも来なくて、日本になんか続いた方がいいと思って、どうなるか私は分かんない。やっぱり人生は続けなきゃいけないけれど、あなたには日本での人生はあります。あなたの将来性は日本じゃないよ。将来性のため日本じゃないんですよ。絶対じゃない。まあ、とにかく、日本はとっても楽しい一国ですよ。とっても楽しい。あなた今知ってるんですよ。なんだけど、私たちのためじゃないんですよ。じゃない。まあ、あなたは日本の世界は持ってます、ありますと、あると分かってますよ。なんだけど、国籍がありますから、あなたは日本人になるってわけじゃありません。じゃない。まあ、だんだんあなたは物事をもっとわかりますよ。あなたは物事をよくなんかもっとわかったら戻ってくるんですよ。みんな私にはあなたの娘は絶対戻ってくるんですよ。女の子はいつもお父さんの方に行きますと。あなたと私の関係まで、ね、とっても強かったよ。とっても親しかった。だけど、まあ、あなた君とあなたのお母さんとお母さんの相談者の方も影響あります。感化することはできるよ。お金ありますからね。お金ありますから。こういうことを思ってるんですよ。みんなはやっぱり、みんなはその人たち、お金はある、お金ありますから、何でもできると思ってるんです。なんだけど、やっぱりあなたは破壊する、お金ありますからという、こういう話で、やっぱりわがままだから、あなたに向こうにいてもらいたいから、私を破壊する、精神的に破壊することできるなら、できるように、あなたは向こうに、あなたには向こうにいてもらうっていけないです。これは犯罪に入れますよ。これは全く犯罪です。あなたのお母さんはここから連れてって、誘拐して、これは犯罪ですよ。全くの犯罪。なんだけど、まあ、やっぱり人間は精神的な問題もあります。元気か元気じゃないかなど私知らないんですよ。あなたは知ってるね。子供時代だったから知ってるんですよ。だからやっぱり若者、あなたサウジアラビアで知らないけど、まあ、覚えているかな、多分やっぱり少しかもしれない、覚えているの。私の
っぱり私たちの関係はサウジアラビアとかサウジアラビアじゃなくてもあのところとても親しかったんですよ。あなたは私の娘で、まあ、あなたしかいないみたいなね。私にはあなたしかいないよ。今はほとんど4年間3年半だよ。マリアムなしで。お母さんはやったことはいきない。お母さんはやっぱりあのトルクに戻ってきたら彼女は家まで私いるとき、来るはずだった。話するとき、話するはず、話するため、なんで私こういうことをやったか、彼女は知りたくない。なんだけど、やっぱり相談者の問題よ。行ってこうやってよ、金ありますから、どれくらいかかっても行って、こういうことまで。ちょっと貧しいじゃないかなと思う。このところは、ね、夜は素晴らしいよ。私夜のビデオ撮れましたけれど、ちょっと間違いがありましたから、まだ出してない、出せないと思います。またあのこの家の中にも火をつけて、またこの町、下の町、この町はザルカになっている。反対側は別の町になっている。あの向こうの方、やっぱり見えるかどうかわかんないけれど、アンマンになっている。その高いビルありますよ。見えるかな。これアンマンになっている。アンマンの西になっている。またこの方、すべてこの方は、いっぱいになります。だんだんいっぱいになります。特別のところになっています。なんだけど私たちは全く山の上になってます、この家は。全く山の上になってます。だからまあ素晴らしくなってるんだよ。またこれから終わったら素晴らしくなるんですよ。あの、素晴らしくにしたいよ。全くの。もう結構働いて、結構疲れて。まあやっぱりこの家できてから1年とか1ヶ月でも満足していってて十分だよ。私はいつまでも生きていきたいわけじゃない。絶対早めに行って、の方が楽、早めに楽になっていいよ。いいよ。僕の方が綺麗、あっちの方が綺麗じゃないよ。この世の中に本当にとっても綺麗なところないけれど、やっぱりこの家の中にいるからも続けなきゃならない。それからこういうことで選べなきゃならない。やっぱり、最も快適なところなのこういうことです。だから来てる間最も快適なところをまあ選びました。それからどうなるかわかんない。このところでもう道路になるところを用意してある。プランされてる。見てごらん、向こうも同じ、向こうも同じ。それはあの政府の何というの忘れたかな。まあ政府のため、政府で働いて、政府のところ事務所で働いてる人たちのための地域になります。この前の方はあの医師など、そこの方はお医者さんなど、まあ素晴らしくなってる。ここで全くの。だけどやっぱりあの 4WD の車は必要です。さっき私見に行きました。トヨタ、名前忘れた、まあ、新しいモデルみたい。あ、素晴らしいだった。 4WDエレクトリックで、電気車とか電車、とってもいいだよ。ラーイラーイラーラー、ハマダン・ラスルラー。ただ私、周りに行って、見せたいだけですよ。まあ、これは電話台で、ごめんなさい、これは携帯で、撮ってます、ビデオ撮ってます。まあ綺麗になるかどうかはまだわかんないけれど、今夜出すつもりです。今夜家から出すつもりです。2日前に、おとといな、ドアの兄弟の、あの息子さんの結婚式だった。行きまして、2回目 の結婚式に行ってる。私は1回目は
一昨日の花婿のお父さんとおじさん一緒に結婚しまして、同じ日で結婚して、私はその時失足しました。昨日、一昨日は2回目だった。あの時の若者の息子さん、今はもう55歳、6歳、7歳とかになっています。息子さんは25歳です。彼の結婚式だった。とっても楽しかったよ。とっても楽しかった、本当に本当に。また私は彼らにありがたいということあって、なんでこうやったかは彼らわかんない。私は最も大事な人物だった、向こうは。やっぱり困惑してて、と時々、どうしようか、イライラしてて、どうしようか分かんなかった。なんだけど、彼らは私に教えたんですよ。私はもうずっと向こうじゃないの人、ずっと向こう生きてないと、みんな知ってたから、知ってるから、私はここの生活仕方とかなど知らないんですよ、本当のこと。要するに、とっても楽しかった、とっても。またドアの娘、彼女の名前なんだろう、彼女の名前なんだろう、金髪の子。とにかく今は高校3年生、今年卒業して、まだ今は昨日じゃ、この間の木曜日、試験が始まって、多分2週間とか3週間で終わります。それからは大学生になります。とっても綺麗な女子ね、ただ本当にいつも来たらとか、私遊びに行ったらあなたのこと聞くんですよ。トルコから私電話してとか、で実際に私電話してなかった、彼女のお母さん、ドアさん電話してて、毎週2回、3回、4回、毎回1時間、1時間半も話してて、もう一人だから私が。いつもあなたに、なんというの、よろしく伝えてください、私に言うんですよ。いい人たちいるんですよ。とってもいるんですよ。あなたの周りに悪い人たちと言えないよ。じゃない。だけどやっぱり私たちの家族で、こういうこと、また会いに来てる人は結構いるんですよ、今。本当にびっくりするはず、びっくりするほど来てるんですよ。見てだよ。これはやっぱり3階まで行ったらね、ものすごくなりますよ。素晴らしい。かかるってかかるな、だけど、しょうがないよ。何かかる？お金だけだよ。お金大丈夫。アルハムドゥリラ、マリアム。アルハムドゥリラ。リズク、マウジュード、アルハムドゥリラ。問題ない、おかげさまで。ここで朝のファジル、サラトルファジルの後で、ここで散歩しに行くことは素晴らしいですよ。反対方、例えば、見て、道路は続いてるでしょ。それとも、ここの方、ちょっとしてからも道路が続いてると私へ見せます。素晴らしい。風はやっぱり今上がってるから、風を感じるんですよ。なんだけど大丈夫。大丈夫。悪い風じゃない、とても強いじゃないと悪い風じゃない。
見て、道路の続き見えるか。そうだね、ずっと続いていってるんですよ。とても素晴らしい散歩しに、とってもいい。またやっぱり邪魔されない、邪魔はされません。誰もいないよ、邪魔する人。邪魔しないし、じゃあ。この車覚えてるかな。この車、枯れてて、大変だったとき、忘れにくいと思いますよ、マジアムにも。マリアム、ハビブティマリアム、お父さんは大好きだよ、絶対大好きだよ。あなたはここに来たら、やっぱりあなたのいろいろな言語でいい勉強して、ものすごい、あのね、あの娘、彼女は私に聞いて、ね、何になっていいのかとか、何の勉強して、まあやっぱりお医者さん、出産するのお医者さんと言った。私、彼女は本当に真面目になりたい、真面目になってきました、なるつもりになりました。とてもいいだよ。まあマリアムにもとっても簡単だよ、こういうとか、こういうよりとか、あのなんという大学の先生とか、素晴らしいよ。それともやっぱりあの大使館とか、やっぱり言語を知っていれば素晴らしいですよ。マリアム全くの素晴らしいですよ。あなたは言語できるんですよ。ちょっと忘れてて問題ない。あなた戻ってきたら、すべてあの思い出すように、私は助かります。またあなた知ってるよ、私助けることできますよ。言語的に、あの教育的にできます。あなた知ってます。の質問になりません。見て素晴らしいよ、素晴らしいよ。素晴らしいよ、マリアム。そうね、素晴らしいよ。わあ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 。私たちの地面はここの方までとても広いですよ。これはやっぱりここの方は車、向こうの方も車になる、ガレージになる。向こうの方、ここの真ん中は座るところとか素晴らしい。またここの方もあの庭にして、あの車のの前の庭になる。反対側もここの方も同じ、木とか野菜とかなど、木入れてとか野菜育ってとかね、今家の周りに行きます。私はなかなか待てられないよ、もう我慢なくなってる。早めにできてもらいたいけれど、この入り口も直します。私はこの入り口好きじゃない、だから入り口はここの方に、なんかあここの方に来ます、来るように。その後はガラスにします。これはやっぱり終わったらマリアンびっくりするよ、本当に。また細かいビデオ出しますの時、あー周りに行けない、周りに行けない。まあ反対は見ましょう。マリアン戻ってくるつもりだったら、お母さん連れてもらいたいなら、お母さん連れてもらいたいなら、私は反対じゃありません。実際に私は平気、
彼女戻ってきたら、あなたのためにあなたはこういうこと欲しいなら、あなたのために戻ってきて大丈夫。さあ見てごらん、今ちょっとしてから上の方にも行きますよ。家に入って上の方に行こう。多分マリアムは信じてないなかもしれないね。お母さんとかはほっといてよ、嘘だよとか言うかもしれない。だけどお父さんは嘘の人じゃないよ。私は嘘つきじゃない、私は女の人じゃないよ。お母さんは絶対嘘つけないと思ったの。まあ彼女はこういうを信じてもらいたかったんですよ。だから私本当にあの、なんというの、バカすぎて信じてたんですよ。本当に。まあ残念だけど、全く残念です。まあとにかくね、今やり直すのの可能性はない、この年になって。いいですよ。お母さんは私に一回言ったことある。旦那さんは奥さんの、自分の妻の天国、私に言いました。これは合ってますよ。だけどお母さんはね、旦那さんは天国でまた地獄になることもになる可能性ありますとは私に言わなかった。ああ、上に行きにくいよ。行きにくい。外から見てみよう。あの別の階段もありますから、その別の階段使おう。できるなら。そうだね、空いてる、空いてる、空いてる。足元見よう、見てください、マリアム。まあやっぱり建築の時はいろいろな、なんというの、不満なこと、楽しくないのことあります。今、入り方は私知りません。بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هايلتا أغاريني كوي مريا ما في إمكانية للدخول؟ لا فيه. ألف شكر عزيزي. ألف شكر. عظيم. مش هالدرجة. 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 لا بنزل هالدرجة. السلام عليكم ورحمة الله. いつもこの辺りで
塗ったりとか家買ったりとか、だから彼らは私のお金を取っても何でも、なんという家とかっていうのは売ることできるんだけど、彼らはやんないよ、やんないよ、こういう人たちじゃないよ。私必要だったら彼らに、彼らに頼むと思いますよ。だけどいいですよ、いいですよ、人間関係ありますから大丈夫。いやー、まあ、ここまで続いた。おめでとうございます、マリアム、誕生日。この家もおめでとうございます、マリアム。来たら、あなたの家になります。必ず。こういうことで、マリアム。こういうこと、私、やっぱりこの家に座って、住んだら、まあ、配信者なりから、家具などを持ってきて、トルコからの家具も持ってきて、十分なのか十分なのかわかんないだけど、寝室は普通になりますね。まあ、寝室の四つの部屋があります。家具は四つの寝室のために結構です。十分だけども、その辺にいっぱいなんか必要になるようなことはありません。あなたはここにいたらもうあなたに選んでもらいます。何でもなんだけど、まあ残念だ。来てくれるといいんですよ。来てくれると、あなたは捨てて、あなたは欲しいものを買います。あなたは気に入っているものを買っていきます。じゃあ、まだ、ここまで今日は大丈夫と思う。十分と思う。風も強くなって。おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。今16歳になって、この家も本当におめでとうございますといつも言いたい。行ったらこの家もあなたの家です。じゃあ、今度お届け。バイバイ。